やっていきましょう。今日はね、鑑賞の授業ですね。今日取り上げる人は月岡義俊という作家ですね。この人は浮世絵師なんです。浮世絵の絵を描く絵師だったんですね。そんな人知らないよ、興味ないよって思う人、ちょっと待ってください。中高生の皆さんだったらこういう話を聞くとグッとくるんじゃないですか。現在の漫画アニメの原点になった人、そんな風に聞くとちょっと興味が湧いてくるでしょう。それからご高齢の方がね、もしこの動画見ていられるのであるならば、この月岡義俊をですね、私のような若輩者が語るなんて千年早いよと言われるかもわかんないんですけど、私なりのね、視点観点を持ってですね、月岡義俊像を今日は描いていこうと思いますので、よかったらご覧いただけると幸いでございます。さあ早速やっていきましょうか。今回のこの動画なんですけども、3つのテーマで紹介していこうと思っています。1つ目は最後の浮世絵師というテーマ、2つ目は漫画アニメの原点というテーマ、3つ目は血みどろ絵というテーマ、この3本でお届けをしていきます。血みどろ絵と聞いてね、と思ったでしょう。私もね、実はそうなんです。月岡義俊って聞いたら、この血みどろ絵の印象が非常に強かったんですね。要するにですね、もう血だらけの絵を描くわけですよ。ひどいやつで言うと、人間の顔の皮をビリッと剥いでるやつとか、見せないですけどね、今日はね、ちょっと生々しいんで。それからですね、生首を持っているとか、刀でぶった切ってるとか、そういう絵を描くんです。だから私ね、この人なんかね、ちょっとそっち系の人なのかななんて思ってたんですけど、しかしですね、勉強してみるとそうではないということがよく分かりました。もしね、月岡義俊に関してそういう印象をお持ちの方がお見えであるならば、動画最後まで見ていただければですね、ちょっと別のね、月岡義俊像が見えてくるのではないかというふうに思っております。ではですね、まず最後の浮世絵師というテーマでお話をしていきましょう。この人ね、なんで最後の浮世絵師と言われたかというと、一つはですね、この人の生まれた年、それから亡くなった年を見てみると分かるんです。生まれた年は1839年です。亡くなった年は1892年なんですね。この間を生きた人なんですよ。何か気づいたことありません？歴史が得意な人だったら分かるんじゃないですか。あのですね、明治が始まったのは1868年だというふうに言われてますよね。じゃあこの人の生きた時代に68年当てはめてみると、大体ですね、半分、前半部分が江戸時代なんですね。後半部分が明治になるんですよ。つまりこの人は人生の半分を江戸時代、それから人生の半分を明治時代で生きた人なんですね。知っての通り、浮世絵っていうのは江戸時代に流行った文化だったじゃないですか。だからこの人は最後の浮世絵師なんて言われ方をするんですね。他にも理由があるんです。この人ね、弟子たくさんいたんですよ。ものすごくいたんですね。で、その弟子たちにですね、この義俊は自分のスキル、持っているものをこう教えていくわけなんですけども、自分が教えたことを後々にこう伝えてほしいと思ったわけではなくって、文明開化でしょ。明治が始まるっていうことは外国からの文化がどんどん入ってくるわけじゃないですか。美術だってそうですよ。外国の美術作品がどんどん入ってくる。そうなった時に、もうこれからは浮世絵一本なんかではやっていけないぞと、やっぱこれからは洋画を学ばなければいけないということで、弟子たちにはどんどんね、洋画の世界に送り込んでいったんですね。で、洋画の世界で大成した、そういう弟子たちもたくさんいるわけなんですよ。そんなことも理由の一つとして挙げられるのかなと思います。それからこの人ね、人生の後半ではジョブチェンジをするんです。どういうことかっていうと、この人浮世絵師って言ったじゃないですか。つまり絵描きですよね。でも後半は新聞社を立ち上げるんです。その新聞社の絵師になるんですね。要はね、この新聞をただ書くだけじゃなくって、なんていうのかな、浮世絵の上の方に新聞の記事を書く、そういうような新聞を発行していくんです。だから新聞と浮世絵をミックスしたようなことをするんですね。でもこれって絵師は絵師なんだけど、単なるアーティストっていうよりもマスコミの世界じゃないですか。絵師からマスコミにジョブチェンジをしていく、これもね、最後と言われるゆえんだろうと思います。それからですね、ちょっとこれ話ずれるんですけど、面白い話があるんです。
この義俊という人、実はこれ私ね、法然と呼んでました。まあ、法然と呼ぶ読み方もあるし、そうやってね、振り仮名振ってある本もあるんですけど、9割の人は義俊と呼んでいるそうなので、私も今回はね、義俊とこう呼ばせていただこうと思っているんですが、この義という字、どこかで見ましたよね。そう、私が前回出した歌川国吉の義なんですね。同じ字なんです。この人、国吉の弟子なんですよ。で、こちらの作品ご覧ください。これは義俊が描いた絵なんですが、この絵、どっかで見たことあるんじゃないですか？こちらです。これはですね、国吉の作品なんですね。前の動画でも多分出したと思います。同じ人が写っていること気づきました？この辺からもつながりがね、こうなんとなく見えてくるかなと思います。それからもっと面白いのが、この義俊なんですけど、猫がむっちゃ好きなんですね。そう言われてみれば、国吉って猫むちゃむちゃ好きやったじゃないですか。職場に猫がめっちゃこういてね、で猫が作品汚しても絶対怒らない、そういう人だったんですね。でこの義俊も無類の猫好きなんです。でこのね、当時義俊が飼っていた猫というのがこちらなんですよ。これね、作品名がうるさそうっていう作品名なんですね。なんとなく面白いですよね。そしてこの義俊は国吉と全く同じで、自分の猫がね、飼ってる猫が亡くなるとちゃんと供養するっていうね、そういう一面もあったんですね。だから師匠の国吉からいろんなことをね、こう、学んでいるわけなんですね。さあ次のテーマに行ってみましょう。漫画アニメの原点だと言いましたね。気になっている人もいるんだと思います。これどういうことなのか、今からね、作品をお見せしようと思います。キーワードはですね、ストップモーションとダイナミックな構図、この2つがキーワードなんですね。ストップモーション、つまり時間がピタッと止まったようなそういう絵を描く、それからダイナミックな構図だっていうんですね。これ口で説明するよりも作品をお見せした方が早いと思うので、どうぞこちらご覧いただきたい。しなくないですか？なんか現代のイラストなんかでこう出てきても全然通用するような、かなり今風な作品じゃなかったかなと思うんですよ。
だからこれっていうのは現代に通用する絵の描き方、このストップモーションであったりダイナミックな構図であったり、この辺が現代のこの漫画やアニメに共通するんじゃないのか、だから漫画アニメの原点じゃないかなんてことを言われるんですね。で、私ね、ここもものすごくこの人の、良さというか魅力の一つだと思うんですけど、私個人的にね、ここもそうなんだけど線が好きなんですよ。私線大好きですね。レオナルド・ジダの線も大好きだし、線大好きなんですけど、この人の線むちゃくちゃかっこいいんです。で、こちらね、作品見ていただきたいと思います。どうぞ。これどうですか、この構図そのものもむちゃくちゃかっこいいと思うんですけど、この中央の人ですよね、この人の服とかに使っている線、なんかね、すっごいかっこよくないですか。直線と曲線がうまく融合していて、しかも太い部分とこの細い部分がうまく融合している。どうやって描いたんだろう、筆だけでこんな風に描けるのかなと思うんだけど、この人の作品ってこうやってね、かっこいい線をむちゃくちゃ使うんですよね。さて、まず漫画アニメの原点というところでお話をいたしました。面白かったですかね。では次のテーマいってみましょう。シミドロ絵ですよね。今回私ね、さすがにちょっとね、この生のこの生というかシミドロ絵の作品をたくさんお見せする勇気がないですので、今回ね、ちょっと1枚だけ、これだったら大丈夫かなっていうやつを、ソフトなやつをね、お見せしようと思います。それが、はい、こちらでございます。こちらの作品はですね、戦争で要は鉄砲の弾にこう撃たれているっていうところだと思うんですけど、この鉄砲の弾の描き方って江戸時代にこういう表現よく思いついたなと思うんですけどね。なんか現代のイラストレーターが昔にタイムスリップして描いたような感じ。あ、ついでにチミドロじゃないんですけど、こっちも見せます。はい、いかがだったでしょうか。ソフトなやつを見せたってそこまで気持ち悪くないですけど、興味のある人はググってみてください。月岡義俊チミドロ絵って打つとたくさん出てきますわ。ただね、本当にね、そういうのが苦手な人は見ない方がいいと思うんですけど、興味があるんだったら一遍見ていただけるといいかなというふうに思います。でね、この人ね、こういう気持ちのある絵を描くって言ったじゃないですかね。チミドロ絵、生々しいやつね、血がたくさん出ているやつ、それからね、妖怪なんかも描いたりするんですね。だから気持ちの悪い絵を描く作家、私はそういうイメージを持っていたと言いましたよね。でもよくよく考えてみると、それって間違った認識だっていうことがよくわかるんです。どういうことなのかっていうと、この人絵師だって言ったじゃないですか。絵師なんですよ。で、前のね、動画でもお話ししたと思うんですけど、浮世絵って分業制なんですね。絵師がいれば彫り師がいる、それから摺り師がいる、でその上にいるのが版元なんですね。この版元プロデューサーですよ。この人がこういう絵を今描くと売れるかもしれないと思った絵を依頼するんですね。だから義俊は依頼された絵を描いていたに過ぎないんです。だからこの人がそういうね、血だらけの絵が好きだったというわけではないんですよ。しかもこの人がチミドロ絵を描いていたのはたったの4年間だというふうに言われてるんです。後の人生は他の絵を描いていたわけなんですよ。これだけ聞くだけでも なんとなくだいぶ印象が変わってくるんじゃないですか。それからですね、この人が描くこのチミドロ絵なんですけど、戦争の絵もあるんですが、大部分がですね、実は当時人形浄瑠璃や歌舞伎で演じられていた演目が元になってるんです。だから当時の日本人というのは、幕末ですよね、この浄瑠璃やこの歌舞伎、好きだったんだけど、その中でも結構気持ちの悪いやつ、怖いやつを結構好んでたらしいんですね。例えば四ツ谷怪談って聞いたことないですか。四ツ谷怪談のお岩さん、聞いたことないですかね。結構怖い話で有名なんですけど、ざっくり話をすると、あのお岩さんってちょっとね、あの病気なんかで醜いこうかあの姿にこうなってしまうわけなんですよ。で、その醜くなったこのお岩さんを旦那さんが裏切って捨てていくんですね。で、この捨てられたお岩さんが幽霊になってこの旦那に仕返しをするっていうのが、この四ツ谷怪談お岩さんのストーリーなんですけど、
そういった演目を好んでみんな見ていたっていうんです。だからそこに出てくるシーンを浮世絵にするので、当然グロテスクな絵が多くなってくるわけなんですね。まあ、とはいえこの義俊ですね、このチミドロ絵を描くときにいろんな工夫もしてるんですよ。例えば赤色のね、この絵の具にニカワというものを混ぜる。ニカワって何かっていうと水のりみたいなもんですね。でこれが固まるとツヤが出て本当の血みたいに見えるとかね。あとこの時代に赤色の絵の具が外国から結構綺麗な赤色の絵の具が大量に入ってきた、そういった背景もあって、この赤を使って絵を描く、それで自然にこの血みどれ、血の多い絵がこう増えてきた、そんな話もされているわけなんです。まあ、とにかくですね、この義俊がこういう絵が好きだったわけではなくって、むしろそれを好きだったのは国民だった、大衆だったということなんですね。さあちょっと怖い絵を紹介したんですけど、この人正反対の結構綺麗な美しい絵も描いてるんです。いくつか紹介しようと思うので、どうぞご覧ください。結構綺麗な絵も割とあったでしょ。なんかね、今までの浮世絵にないような絵の描き方してるんじゃないかなって、私はそんな風に思いますね。この義俊、血みどろ絵が有名なんですけども、美しい絵も描くし、むちゃくちゃかっこいい絵も描くし、なかなかこの人守備範囲が広いんだなって、私はそんなことを思います。さあここまでね、義俊の作品をざーっと説明してまいりました。最後にですね、この血みどろ絵のことについてもう少し突っ込んでみようかなと思うんです。私なりに分析したんですね。なんで血みどろ絵というものが生まれてきたのか、なぜこの当時の日本人はそういったものを望んだのか、私はこんな風に思うんです。こちらご覧いただきたい、この図ですね。戦国時代、江戸時代、明治の時代、まあ、こんな風に時代を3つ並べてみました。戦国時代ってね、皆さんなんとなくロマンあふれる、ロマンを感じる人って多いと思うんです。信長がいてとかね、なんかかっこいい、そういう印象を持っていると思うんですけど、リアルなこの戦国時代って結構悲惨だった気がするんですね。だってそうじゃないですか、そこら中で戦いが起こっていたわけでしょ。だから人が人を殺すなんて当たり前だったんですね。まさに血みどろの時代だったんです。こんな時代にこの血みどろ絵というのは流行ってなかった。まあそれは当然じゃ当然なのかなと思いますね。こういう時代っていうのはやっぱりね、人々の心はネガティブになっていくね、そういう時代だったと思います。そして江戸がやってきます。江戸がやってくるともう太平の世の中ですよね、戦争がない、人々からしてみれば待ち望んでいたはずですよね。こんな殺伐としていた時代じゃなくって平和な時代を望んでいたはずね。でこういう時代になってくると人間の心っていうのはポジティブになってくるんですね。それで明治になってくる、ね、江戸から明治になってくる。そしてね、義俊が生きた時代というのはちょうどこの変化しているこの狭間だったわけですね。で江戸から明治になってくると、やっぱね、なんとかの変とかね、いろんな事件起きてくるじゃないですか。そうなってくるとまたね、戦国時代のような血の間臭いような事件がたくさん起きてくる。そうすると今度人々の心がだんだんやっぱネガティブになってくる。だからこの時代に義俊が生き、そしてこの時代に血みどろ絵が生まれたというのは、私はね、単なる偶然ではないような気がするんですよね。明治になってくると一旦この義俊の血みどろ絵というのは忘れ去られていくんですね。
明治になってくるといろんなね新しい文化がやってくる。そうなるとね、日本人っていうのはまたポジティブな気持ちになってくるんですね。そんな時代においてはこういったものはあんまり流行らない。しかし三島由紀夫という人がですね、俺は月岡芳年大好きだと、あの人ねこれちみどろえ書くでしょ、俺大好きなんだよ、そんなね発言をしたことがきっかけで、この明治でもまた芳年の作品っていうのが注目されるようになってくるわけなんですね。そしてまた現在でも芳年の作品が注目されている。なんかね、何かこう意味があるかな、私はそんなこと思うんです。じゃあどんな意味があるのか。私はですね、血とか妖怪とかそういった気持ち悪いものを求めるのはひょっとしたらもともと人間が持っているサバなのかなと思ったりしますね。でポジティブな気持ちの時にはそういったサバというのは鳴りを潜めているんだけど、一旦世の中がネガティブになってくるとそういった人間のこのブラックなっていうかね、そういったドロドロしたその感情、気持ち、心理というものがこう出てくるのかな。それがこの血みどろえにつながったのかなと思うわけですよ。お話しましたよね、この血みどろえを求めていたのは芳年本人ではなくてむしろ大衆だったわけですね。大衆が求めていったわけですよ。不安定になってくるとそういう心理っていうのが出てくるのかな。だからこういう血みどろえが生まれたのかなというのが私が考える理由の一つですね。もう一つ私が思うことは、この気持ちの悪い絵、怖い絵の中にも当時の日本人はひょっとすると美しいとかかっこいいっていうポジティブなイメージも持っていたんじゃないのかな、そんな気がするんですよ。明治の時代というのは外国からいろんな文化や文明が入ってきた、そういう時代ですよね。その中にガス灯というものもありました。つまり電気ですね。昔の日本には電気なんかなかったんです。明かりを照らそうと思うとろうそくしかなかったんです。でもろうそくだったらそんなに遠くまで照らせないわけですよ。だから夜になると辺りは一面真っ暗闇になるんですね。でその真っ暗闇に対して恐怖心を抱く気持ち、それはわかるじゃないですか。でその真っ暗闇の中にお化けがいるかもしれないとね、イメージする、その気持ちだってわかるじゃないですか。そうやって昔の人間っていうのはそんなものがいるような気がする、そんなふうなね漠然とした不安みたいなものも持っていたはずなんです。しかし電気が来た、電気は一気に暗闇を切り裂いてくれる。そうなった時にお化けや幽霊なんかいないんだっていうことが明らかにこうなってくるんですね。こうやって新しい文化や文明がやってくると分からなかったことが一個一個明らかになってくる。でも果たしてそれがいいことなのかな、私はそんな風にも思うんです。私たち人間は正しくありたいと思います。でも間違ったこともするんです。強くありたいと思う、でも弱い部分だってあるんです。そもそも人間というものは二面性のある曖昧なものなんですよ。だからそれぞれの時代の中で芳年が注目され、芳年に魅力を感じるということは、人間には二面性がある、いいところも悪いところも一緒に合わさったもの、それは切り離すことができないんだっていうことを忘れてはいけないんだよっていうメッセージなのかなっていう気がするんですよ。そして美しいものと気持ちの悪いグロテスクなものっていうのはひょっとすると表裏一体のものなのかもしれない。そんなことをね、私は芳年が教えてくれる気がしてるんですね。さあ今日の動画以上となりました。今日はですね、3つのテーマ、最後の浮世絵師、漫画アニメの原点、血みどろえ、この3つの視点から切り込んでまいりました。芳年の魅力が少しでも伝われば光栄だと思います。最後までご視聴ありがとうございました。また別の動画でお会いいたしましょう。